フリッツ・シュトロベンツ、ハンガリー名、シュトロベンツ・フリジェシュは、ハンガリー生まれの画家である。主にミュンヘンで活動した。ハンガリーのペシュトで生まれた。1877年から1880年まで、デュッセルドルフ美術アカデミーで、フーゴー・クローラやハインリヒ・ラウエンシュタイン、ヨハン・ピーター・テオドール・アンセン、エドアルト・フォン・ゲープハルト、ユリウス・レーティングといった教師たちから学んだ。 1880年9月にミュンヘン美術院に移り、ルートビヒホンレフツに学んだ。その後、ミュンヘンに定住し、ミュンヘンの画家が多く活動したダッハウの芸術家村で活動し、1880年代から外交派の画家として活動した。1892年に設立されたミュンヘン分離派の設立メンバーとなり、分離派のレオプッツのグループのメンバーであった。 ミュンヘン芸術家組合から分裂して作られたルイトポルトグルッペの初期のメンバーであった。1904年のドイツ芸術家協会とミュンヘン分離派の合同展に出展した。ミュンヘン分離派の画家フランツ・フォン・シュトックやフリッツ・フォン・ウーデと親しかった。ハンガリーの展覧会にも出展し、1907年にハンガリーの美術愛好家団体のシニエイ。 メルシェパール協会の創立会員になった。ミュンヘンで没した。ありがとうございます。